泊まらずに田舎のタミハンです。最優秀賞牛王ゼミナールリルカ情報コミュニケーション学院ゼミナール協議会主催ゼミナールプレゼンテーション大会最優秀賞牛王ゼミナールリルカ、どうぞ。綺麗でございます。それでは僕は分別の状況や問題点、改善案を述べていきたいと思います。細分化することによって収集頻度が増えてしまいます。収集頻度が増えることによって、以上でこのゼミナールゴミ班の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか面白かったんですけども、今アメリカと比較されてましたよね。今回そういった国とは比較はしませんでした。このアメリカも、まあ、極端に、生活をする中でそのゴミの分別の方法が市区町村によって違う。それでは小泉一節の福島にしまして発表させていただくと話させていただくんですけども、その軍勢っていう企業を選ばせていただいてプランを考えました。私たちのビジネスプランのタイトルはこちら、ミッション第3の魔の手、サードハンドスモークを分解せよ。驚異的なタバコからの害があることを皆さんは知っていますか？それはサードハンドスモーク。そこで軍勢からの課題が健康寿命を5歳延伸するをテーマにした社会に役立つ製品やサービス、事業の提案です。軍勢の軟質多層シートに無効触媒をコーティングして販売します。サードハンドスモークの分解はもちろん消臭効果も期待できます。フィルム製品と他社の無効触媒の販売価格を考慮した結果、今回のテーマである健康寿命の5歳延伸、結果としてタバコ吸う軍勢は、そして日本を真の長寿大国と導く手助けになることを確信しています。ご視聴ありがとうございました。サードハンドスモーク、これは一般の人の認知度ってどのくらいなんですか？最近はよく、私たちは最初にビジネスプランコンペティションにそのキュービックに出るときに決まって、どういうトレーニングを積んできたのか、例えばなんか研修を受けられる。プランは5人で考えて、後ろデミ実は20人で。ありがとうございました。こんにちは、友のゼミナール田舎の民派。皆様は商品が売れなかったら何が原因だと考えるでしょうか？女性をターゲットにした販売戦略の提案を行っていきたいと思います。今日は浦部が同調性についてお話しさせていただきたいと思います。男女で下がれたのは SNS に関連するもの、記憶に残りやすく印象的なダンス、ポッキーのプロモーションを3つご紹介いたします。1つ目は SNS 行動経済学のアンカリング効果について私早瀬が説明いたします。線が引かれてから3万円と表記されています。どちらとも二重表記をしたジャケット B を選ぶ人の方が、ブランドのアンカリングでは女性に有効であることが分かりました。保有効果について分析していきます。ユーザーが私たちのこのような心理効果を見込んでいるから、金額を設定すればするほど所有物に価値を見出しているということになります。有効的なマーケティング戦略のまとめを行っていきたい。実際のダンス CM をすることによって SNS で上げた。ありがとうございました。お司会の方と他の方とじゅんぐりにやる、私たちのゼミの方にいるこのゼミ、田舎の民の皆さんありがとうございました。御子知新チームのプレゼンを始め、育てる男が家族を変える、社会が動く。日本政府はこのスローガン、こちらのグラフは日本の男性の育児休業取得率の推移を示したいは、イクメン政策でどうにかなる問題ではなく見当違いであると。次に少子化の打開のためのイクメン政策について考察していきます。つまり
育児に携わる時間と第二子の出生に比例関係は対策としてイクメンを挙げてもあまり効果がなく見当違いであると言い終わります。ありがとうございました。読んでらっしゃるから私たちの方は見てないよね。一言一句逃さずに、はい、皆さんに思いを伝えたい。ゼミ温故知地震班の皆さんありがとうございました。はい。